ましたよ。ああ、ご苦労さん。あっちで一口やって待ってとくれ。へ、ありがとうございます。ありがとう。起きた。しばらくでございましたね。やれやれ、どんな恐ろしいところへ連れて行かれるのかと思っていたんだが。おや、起きたは恐ろしくはござんせんか。待っておくれ。お前の怒るのはもっとも、これにはいろいろと訳もあるが、と言っても承知はしないだろう。気の済むまでぶつなり蹴るなりしておくれ。殺されたっていいんだよ。みんな私が悪いのだから。散々恨みを言ってやろうと思っていたのに、会えば憎らしい。江戸を出てから一月余り、ずいぶん探しましたよ。もうめったに話さない。何とでもしておくれ。しますとも。帰ったら私の家へ閉じ込めて、毎日一寸試しにいじめてやるから。まあ心配しないで待っておいてなさいし、千之助さんは一句の声と膝くりげを申し上がったって言いますから、ふらふらっと旅へでも出たんでしょう。そのうちひょっくり帰ってお見えになりますよ。師匠。大文字屋のおしんが訪ねてきましたが。うん、そうか。それは珍しいよ。ああ、よく来たな。どうした。これは一人じゃ出られなかったな。まさかタワスドの二度前じゃ危ねえな。いいえ、やっと面が明けたんでございます。そうか、そりゃよかった。ああ、そりゃめでてえや。じゃあ何か祝いでもしてやんなくてなんねんな。もう、何ぞ、すぐ田舎でも帰るのか。タワさん、ちょっといいか。ちょっと、二人は。いうことになったんで。そんなに見ちゃ恥ずかしくなっちゃう。おい、タケ、大丈夫か。おしんはこれでも師匠がご存じない。いいところがあるんでござんすよ。冗談じゃねえじゃん。おい、俺はこんなものはめてぶつくたんできねえと思って勝手な熱をこきゃ。しかしよかった。それはめでて。よかったよかった。覚えます。北川お玉様、飛脚便。徳田さん。徳田さん。以上、ひがみです。清之助さんから。清之助さん。読んでみてください。近景その後いかがご案じ申し候。拙者旅中病を得、狂気の場所に病のため婚客いたしより候、金子少々お送りくだされたく、に懇願つかまつり候、清之助歌丸殿。私行ってまいります。そうなんですか。じゃあ竹丸を連れておいてなさい。じゃあなんだ、金谷大臣のとこ行って。いい、私がお店のお仕事でいただきましたお立ちを持って。そうですか。じゃあ、竹、一緒に行ってあげて。あ、そうですか。じゃあ、お嬢さん、お支度くださいまし。おい、おめえ、手伝え。はい。峠を越えればすぐでございますよ。はい、ご辛抱なさいますよ。大丈夫でございます。よかったですね。さあ参りましょう。はい。お嬢様、ここです。そうですか。ここに。さあ、おいでおいで。はい。
ちょっと、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 
오라사 자, 가네다 清之助さんに渡してくんな。この金はただの金じゃねえんだぜ。それから清之助さんにそう言ってくんな。あんたの膝栗では愛嬌ってもんがなさすぎるってね。竹丸さん、私別に悪いことしたと思っていません。 疲れてるところ気の毒だけど、スタジオ呼んできてくんね。お嬢さん、スタジオに詫びてもらってお屋敷へ伺いなさい。私は帰ります。屋敷はもう持たないです。 遠慮しないで上がりますよ。うん、どうしたんだね。<笑>帰ってくる早々、歌さんがとんださえなんて聞いてお見舞いに来ましたの。いつ帰ってきたんだ。昨日帰ってきましたのさ。俺らたちには会ったのか。<笑>見事翔さんを取り返してきましたよ。それから翔さんと楽しい湯さんの旅。
あら、ごめんなさい。お前はそれでいいかもしれねえが。